ニートマンでお願いします。ありがとうございます。好きなサッカー選手は、日本のサッカーはぬるいぬるいと言っておきながら自分のミスで失点をするです。お願いします。僕人生ずっとサッカーやっておりまして、高校時代の全国大会に行ったことがあるんですよ。でね、このサッカー強豪校っていうのはもう理不尽なことが横行しているんですよ。ね、例えば、もう監督が絶対です。はい、ちなみに、これがうちの監督です。見てください。勝てる気がしないでしょ。あのベンチプレス100キロ上げて、あの軽トラックぐらいだったら軽々引っ張ります。はい、で、ちなみにね、この監督、マジモンの監督なんですよ。なので、僕がこんなネタをしているっていうのがもしバレると、僕ね、多分地元広島で打ち首にされちゃうんじゃないかなっていう恐怖感があるんですよね。だから最近広島に帰っておりません。はい、それぐらいですね、ちょっと怖い監督なんですけども、ちょっと理不尽なところがありまして、まあ、例えばですね、この理不尽なのがよく出るシーンが、あのね、監督を呼びに行くときなんですよね。ここ失礼します、サッカー部の2位です。監督にお話があって伺いました。誰？あ、聞こえねえんだけど。もう一回見直せよ。あ、すいません、ここ失礼します、サッカー部の2位です。監督にお話があって伺いました。聞こえない。いや、耳鼻科行け。そんなに聞こえねえだろ、耳鼻科行ってこいよお前。そんな感じで理不尽なことばっかりやってくるんですね。はい、でもね、うちの監督ユーモアなところもありまして、なんとですね、うちの監督、あの、ただのサッカー指導者なのに自分の歌の CD を自費制作で販売しております。これマジなんすよ。もはやここまで来たら何が得たのか分かんないんですけど、ちなみにね、この気になる歌の名前っていうのは、素晴らしき日々、薄い、薄すぎる、あのサッカー解説ぐらい薄いですよ。はい、でね、このね、素晴らしき日々、ちょっと気になると思うんですけども、マジである曲なんで、皆様にね、ちょっと最初の歌い出しだけ、ちょっとご紹介したいなと思います。木枯らしのビーチで追い続けた夢、せめてサッカーに寄せてこいや。全くわからんわ、何の意図があってこんな曲作ったの。で、ちなみにですね、この曲を聴かされながら僕たちはトレーニングをやってました。はい、でね、あとは理不尽なところいろいろあるんですけども、よく出るのがね、合宿の時なんです。はい、で、合宿の時なんでね、もう1年生地獄ですよ。なんかいろいろね、雑用やらされたりするんですけど、順番っていうのもあるんですね。例えばお風呂に入る順番、ね、まず最初はですね、これ監督ですね。これはね、皆さん分かる。次が3年生、そして次が2年生、そして最後に1年生の順番になっております。もう1年生大変なんですよ、ね、そして皆さんお気づきの通り、こちらの色は湯船の色を表しております。1年生が入る頃にはもう湯船が感じすが、ね、もうお風呂に浸かっただけなのにお腹を壊した生徒が何人もいました。だから全国のサッカー少年たち、サッカー強豪校だけは絶対に行くな。どうもありがとうございました。現在中、金魚の陰にまたと思いますです、ね、いろいろね、かっこいいことってありますね、あのまずラーメンで湯切りね、職人技みたいなかっこいいですからね、天空落としみたいなやつね、あと最後、いて四十肩落としとかね、あと欧米じゃなくて中華人民共和国か、タカアンド落としね、麺か、ね、あとタッカチ食い落とし、ね、逆再生ですと樋口カッター、ね、10年前、旬のお笑い芸人が起こしてますね。あと、阿弥陀仁落とし、ね、別名、布袋寅泰のギターのデザイン、ね、こういうやつでやってますからね、布袋さんね。あと、宇野勝とかね。あと、チョコレートの魚落とし、ね、縮れ麺の時とかいいんでしょうね。まあ、言うとりますけどね。ね、笑って年越そうぜ。あとね、あのかっこいいと言ったらね、高校野球の応援団ね、もちろんね、あの高校球児もかっこいいですからね、応援団もかっこいいですからね、僕はそういうところにも目行きますからね、この辺じゃ有名なそういうところにも目行きますおじさんですからね。あのやっぱかっこいいのはね、アゲアゲホイホイね、
げあげほいほいってやつね。あれね、今ね、もともと報徳学園が始めてね、いろんな高校やってるんですけど、中京大中京やるときは、あげあげほいほいあげあげって曲に編曲してやってほしいですよね。あとね、かっこいいな、早稲田実業とかでね、でーんでてんでてんですね。あれ思うんですけど、もしここにハエが止まってたら、大縄跳び待ってる気分でしょうね。まあ言うとりますけどね。あとね、あとね、かっこいいと言ったらね、フェイント攻撃ね、バスケットボールとかでね、シュートすると見せかけてドリブルとかね、あと他にもシュート見せかけてトーンキーゴーとかね、あとビリヤードのチョークしてると見せかけてでっかい鉛筆の鉛筆削りとかね、あと風ジョップと見せかけてそのまま体の振りの復活バンドとかね、あと風から大師匠と見せかけて映画トレインスポッティングのパッケージどうも岩間レイワーですとかね、ヤクザどうもどうもヤクザサラダと内川ですね、猪木と見せられて内川ね、荒削り表金コーナー以上ですってね、おかしいな、なんだこの感じは、取らなすね、本当に。あらゆる時代作ろうぜ、本当に。言ってますけどね、あとね、かっこいいと言いましたらね、キャンプね、やっぱ野生に生きるってのはかっこいいですからね、長野県ってのはキャンプ場いっぱいありますからね、まあありそうですけどね、逆にね、ありそうでない県ね、大分県ね、全国キャンプ場数ランキング38位ぐらいですから、なんか作った方がいいでしょうね。なんかいいのねえかな。ひらめいた。財前直美キャンプ場ね。財前直美さんは大分県にあるんだ、名女優ですから。もうね、女優魂というようなキャンプファイヤーが飛んでね。マイムマイムなんだ、直美なんか踊っちゃったりしてね。てってってれれ、てってってれれ、てってってれれ、てってって。美人なのか美人じゃないのかよくわからないか。さい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 。財前直美。お水の花道お金がない、ドラマはたくさん出ているけれどキス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 し全然ない、こういうやつですね。愉快なキャンプでございますね。